TADA ですよ。JYP ですよ。こちらですね。JYP エンターテインメントがラテンアメリカの音楽市場に本格的に進出すると。で、現地法人 JYP、ラテンアメリカ、まあ JYP ジャパンみたいなものですね。で、を進出して、ラテンアメリカの音楽市場に進出すると。で、2024年第3四半期に、ラテンアメリカ音楽市場に子会社を立ち上げ、所属アーティストのツアー地域や、新事業を拡大すると同時に、現地のファンと、コミュニケーションできる窓口を設ける予定だと。で、また初のメインプロジェクトのオーディションとして、L2K、ラテンアメリカスーコリア。L2K のローンチを予告するとともに、K-POP システムに基づいたラテンガールズグループを披露すると、ビジョンを明かしたと。このため JYP はユニバーサルミュージックグループ参加のラテンレーベルであるユニバーサルミュージックラティの当てるの戦略的パートナーシップを提携すると。K-POP のエネルギーとラテン音楽の情熱的な創造性が融合する新たな音楽に世界中の音楽ファンから関心が集まっていると。で、JYP は、2022年に JYP USA で TWICE、STRAYKIDS、ITZY など所属アーティストの海外ツアー地域の拡大はもちろん、北米基盤の新プロジェクトの開発と戦略的な協力の拡大に取り組んでいると。で、A2K やりましたね。アメリカ2コリア。で、JYP パークさん自ら、審査した A2K は、アトランタ、シカゴ、ニューヨーク、ダラス、ロサンゼルスなどアメリカの5都市、ロサンゼルス、ブートキャンプ、そして韓国まで夢と可能性を持つ参加者が潜在能力や成長の可能性を見せ、累積再生回数約6575万回を突破するなど人気を博し、ガールズグループビチャが誕生したと。で、これに続き中南米で披露する L2K に期待が高まると。累積再生回数約6575万回突破するなど人気を博すが、ツイッターは現在約1ヶ月ぐらい、そして YouTube はなんと3ヶ月ぐらい停止している状態だと。これに続き中南米で披露する L2K に期待が高まり、いずれ SNS がストップするのではないかというファンの心配の声が高まるっていう記事があるわけですね。で、まあ、これについて、JYP さん、マジで、NMIXと ITZY どうするん？で、まあ、NMIXやん。その、違う路線で、バラエティとかで頑張ってるんですけど、それを結果出すのは音楽やんか。NMIXカムバしてません。ITZY はもうキャリアがね、もう言うても、ね、えもうスキズが再契約するぐらいになってきてるわけですから、まあ、言うてもねこれからって感じじゃないので、NMIXしっかり音楽でバコバコとやってもらって、で第4世代トップランカーに行って落ち着いてから行かな。例えば A2K だって先ほど止まってるんやから、今ビチャか。だって今からネクスジやろ。ネクスジ本気やった方がええんちゃん。で、それ肉筋成功してからでいいんじゃん。その、なんか、ノリに乗ってたらさ、増やしていいと思うんですけど、別にノリに乗ってるのはスキズだけなんで、トゥワイスは安定しても稼いでるだけですから、今、ノリに乗ってるのスキズだけで、やりすぎやで。肉筋だ。正直言って、ラテンが、南米の方が、スキズが開拓してるし、で、他の事務所も行けてないんで、そこはいいと思うんですよ、戦略的にね。いいと思うんやけど、やっぱ JYP さんはこう後回しにしちゃう癖があるわけじゃないですか。でその結果ビチャだって多分何ともなってないのに、ちょっとビチャあかんから、なんか次じゃあ L2K やったっけ、南米行きましょうみたいな。南米あかんかったらじゃあ次何、じゃあヨーロッパ行きましょうみたいな。そんな感じになって持ってるんじゃないですか。で一つ言うとこで、ネクスジ行くやろ、予定的には韓国のボーイズグループもう一組待ってるんですよ。ネクスジがもうなんか2週みたいな感じで日本で行くんかなと思ったら全然ちゃうくて、もう K-POP グループ NCT ウィッチみたいな感じで行くと思うんですけど、ネクスジが行ってこっから韓国のボーイズグループもサババンがとうの昔に終わってるんで、これを行かなくちゃいけないんですよ。でも行けないんですよ、いろいろやってるから。で思うに、夢を目指して JYP さんの元に集まってきてくれた子たちの心はどう思ってるんって。新たに人を見つけに行くもいいですけど、あなたの元に集まった10代の若い子たちの夢と希望はどうなるんですか。
それはデビューした子だってそうやで。デビューしたはええけど、新たななんかいっぱいグループ作って、どうこうで、なかなか力入ってません、みたいな。そこら辺がちょっと JYP さんがほんまに今ね、不調やなというか、ほんまにスキズとトワイスだけやなっていう、まあ、状況になってるっていうのが、まあ問題ですよね。で、スキズがバチバチ働かなくちゃいけないという感じですよね。もうだって南米ロックオンしてるから、もうスキズ南米バチバチですよ、もうこれから。もう今回もラテンやったんで。ててんててんてんてんですよ。てんててんててん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 ですよ。このラテンでバチバチいくでと。いう感じです。まあそこが、やっぱまあ別にいい事務所じゃないですね。だからスキズの人気にあやかってのこの L2K ですからね。まああやかってるか、まあスキズをね、南米でもしっかり売ってたのはもしかしたら JYP さんかもしれないですけどね。南米でお金使ってくる、どうなんでしょうね。アイドル文化ってのはそこまでないかもしれないですね。でも南米市場もまあね、大きいと思うんで。まあ、がっつり使うのはまあ日本やけど、日本は持ってるから、日本も一応中国も持ってるからな。別にいいんですけどね。あ、そうや、だからさ、そういうところで、エンミックスを南米でバチバチ売っていくとかっていうのは全然ありやと思うんですよね。で、ね、誰よりもニュージーンズ、ルセラよりも、南米ではエンミックスが人気みたいな、いう状況を作れたりとかしたら僕大正解やと思うんですよ。そこの市場を切り開いて、みたいな。ガールズのね。そういうのはありやと思うんで、そういうやり方をやってほしいですね。とりあえずネクス上ね、ほんまにストレイキッズにぐらいね、こうバコバコっと将来的に大きいグループになれるようにしっかり力込めてやってくれないと。あ、株価 JYP 悪くないと。株価今どんなもんですかね。まあ、株価が全てではないけど、 JYP 株価見てみる。あ、5年で考えたら上がってるけど、やっぱ1年スパンで考えたら下がってるのは見てみる。で、スキズ復活でおそらく、スキズ復活じゃ再契約でちょっと 最終上がってますけど、どんどん下がってはいますよね。下がってはいるけど、これ結構バブル的な感じだったからな。上がりきってたからな。ただね、5年で見ると、あ、5年で見るとやっぱ、もうピークやったんが、もうやっぱね、2002、去年ですよね。ちょっと待ってよ。これは、まあ JYP だけのお話じゃないと思う。結構連動するからね。こんな感じで、もう2023年ピークに K-POP がちょっとずつ下がってる感じがあるんで、まあまさにこれなんじゃないか。多分おそらくね、同じグラフが出ると思いますね。あ、YG 悪くないんじゃないですか。3万5000ウォン。もともと株価自体はあれやけど。まあでも同じ感じのグラフになりますよね。2023年のピークから下がってんのはもうどこもそうですよね。あ、バンタン戻ってきたらな。バンタン戻ってきたらどうやらいことになるやろな。ハイブ5年で見るとなんか他とちょっとちゃうな。なんかあの Google トレンドみたいなさ。ここで何があったねみたいな感じとか。でもちょっと5年スパンなんで何とも言えないですけど、このめちゃくちゃ下がった時は多分コロナなんですよね。2022年。あ、でも2000、コロナって何年やったっけ ?2000、この一番下がったの何やと思う、これ。なんかどえらいことあったんちゃう、待って、ナムさん泣いた時あ、あれか、ナムさんがなんかこんなんなってた時、あれか、あの時ドッカーン下がって、もしかしたら BTS 解散するんじゃない、あ、活動休止な、活動休止な、あの時にめちゃくちゃ配信したわけか、何が起こったんですかって。面白いですね。